最近あんまりね、自分のスイングのことを、動画にする機会が、減ってきてるんですけれども、ぶっちゃけ練習する新しいポイントが、どんどん減ってきてるというのがあって、なんていうかな、新しいネタがないので、ちょっとそんなに積極的には出してないみたいな感じになってるんですけれども、コツコツ練習はしていて、今こんな感じです。ちょっと見てみましょう。いつもこの画面を見ながらチェックしてるんですけど、ご覧のようにクロスにはなってない感じですよね。はい、こんな感じです。こんな感じなんですけど、そうですね、結構ね、シャフトクロスで悩まれている皆さんが多くてですね、やっぱりその三橋コーチのところとか赤コーチのところに行って、シャフトクロスを直してもらうような動画を上げると、そちらの方にお客さんが行くというようなことが、あるみたいなんですけども、僕の考えるね、その受け手としての、シャフトクロスを直すポイントっていうのが、いくつかあって、まずダウンスイングが直らないと、直んないなというのが正直な感想です。僕はやっぱりちょっと外からアーリーリリース気味に打っていたので、それがやっぱり自分 の体の中に入っているうちはどんなにやっぱりいいところにスッと上げても、もう組み込まれているそのダウンスイングのメカニズムがあるので、結局一回ここに持ってきてからダウンスイングを行うみたいなことがあったので、やっぱりその最初によく言ってたんですけども、自分のもう背中の方からクラブが降りてくる感じみたいなものが、もうなんていうのかな、自分の中にフィットしないとダメなので、まずそれをフィットさせることってすごい大事でしたね。だから結局もう本当にもうかなり極端にもこの辺なんていうかな、もう真横に上げてというか、もう別に上げなくてもいいと思うんですよね。このいわゆるかなりフラットな位置っていうかな、人によってはフラットすぎるって言いますけども、この位置からクラブを振り下ろしてもうちゃんと当たるんだっていうことを、脳とか体が理解するということが大事だと思います。ですから、バックスイングって結構やっぱ慣性モーメントがかなり発生しちゃって、ドライバーとかそうヘッドの大きなものになる、なればなるほどバックスイングで変なところに持ってかれてしまうので、なので例えばもうトップをいいところに作っといて、こういうこれ多分プレーンの上にあると思うんですけど、こういうところから打つ、打ってもフラットすぎないんだみたいなところが脳が理解するまでもしつこく練習することが僕は大事だと思ってます。なので最初はバックスイングの上げ方で変なところに上がってしまうので、もう構えたらもうトップを作る、このトップっていうのは前もよく言ったように、この辺にボールがあるとしたらこの肩の水平面に持ってって、前傾する、ここですよね。ここから、こういうことに、自分を慣らしていくという、ことが結構コツコツこれがやってると、なんていうか、せっかくバックスイングでいいところに上げてたのに、また元のところに持ってって打つということがなくなります。だから一つこれは僕は一回そのクロスとかを覚え込んでしまった人間にとっては必要な練習じゃないかなというふうに思ってます。なので今はもうこのスイングが普通になっていますので、前は本当右肘をガバッとこうこの高さがないとスピードが出せないっていうふうに脳が思っていたので、結局やっぱりここからスッとこう上げてしまいましたけれども、今は
その感覚がないので、まあ、上げてもこの右肘が、まあ、低いところから低いところにあってもここから十分に自分のマックスのスピードが、まあ、出せるというふうに思うので、まあ、だからここからこういうふうにして、まあ、スピードが出せるようになったと、まあ、いうことですので、まあ、このバックスイングなしでやっぱりトップから打つという練習は一つ回りなんじゃないかなというふうに思います。